はい、皆さんこんにちは。スーパーノヴァのパンスです。今日はですね、今ステイホームを続いてる中で、皆さんきっと家でたくさん映画だったり、音楽だったり、ドラマだったり、いろんなことを見たり聞いたりしてると思います。その中で、僕個人的にすごく映画大好きで、昔デビューしてからファンクラブのそのオフィシャルブログだったりマガジンとかで、その自分の好きな映画を紹介してたりしたことがあるんですけど、今回ですね、 YouTube で改めて今の時期に皆さんに 皆さんって言ってた すいません。最近ちょっと日本語がちょっとおかしいんですよ。ずーっと噛んだり、変な単語使っちゃったり。で、その自分が今皆さんに YouTube でおすすめしたい映画5本、ベスト5を選んでみました。それでは早速紹介していきたいと思います。まずはですね、これ僕本当につい最近見たんですよ、この映画。天使のくれた時間。これですね、ニコラス・ケイジさん主演の映画で、2000年の映画なんですけど、ニコラス・ケイジさんがその映画の中ですごい成功した人物で、もう本当にセレブの生活を続いてる間、ある日、クリスマスのイブに寝て起きたら、昔、成功する前に付き合ってて、成功してから別れた彼女とは、成功してからいろいろあって別れたんですけど、いきなり寝て起きたら彼女、むた、ま、前の彼女の家で、そして彼女と結婚した環境の中に起きてしまって、それからいきなり別れた彼女と彼女の息子と娘と一緒に生活をしていく。で、最初はその自分が今まで自分の環境と全く違うし、自分はこんだけセレブの生活をしてイケイケだったのに、いきなりボロ落ちたような気持ちになって、パニックになっちゃってから、そこでどうやって過ごしていくのか、そしてその中で自分が忘れてた本当の人生の幸せっていうものを探していく物語なんです。で、すっげえ久々にメロを見たんですね、この映画を通じて。本当に最近アクションとかそういうものばっかりだったんで、本当にこの作品は本当にタイトルのままです。天使がくれたような本当の幸せな時間。だから本当に見たら多分皆さんわかると思うんですけど、すごく心があったかくなる。説明がちょっと下手くそで申し訳ないんですけど、すっげえいい映画です。次は、ドゥン。これ多分皆さん、結構、ほとんどの皆さんご存知だと思うんですけど、ベンジャミン・バトン。ベンジャミン・バトン、数奇な人生。これは、僕、最近、二度見したんです。で、昔何回か見たんですけど、今回改めて家でもう一回見て、わあ、これは
なんか時間が経ってみたらまた違う景色が見えるっていうか、うん、すごくブラッド・ピットのさんの芝居もすごいし、そしてケイト・ブランセットさんの芝居ももうすごく抜群だし、まあ、2人とも実力派の役者さんなので、でも何よりもなんかそのなんて言うんですかね、その一人はその恋人同士で、一人は年を取って老けて見た目も心もなのに、同じ年なのに一人は逆になっていく、若く美しくもっと、でそれですごく複雑な気持ちでなんかいろいろ考えてしまう映画なんですね、これは。でなんか本当にその人生一瞬一瞬大事にして生きていかなきゃいけないんだなって改めて、その時間のその大切さだったり、うん、いろんなことをなんか教えてくれる映画なんですよ。その、まあ、結局その映画の中、まあ、この映画では何があってもやっぱり人生は素晴らしいって、でどんだけそれを大切にして生きていくのにも多分関わるとは思うんですけど、うん、なんかぜひ皆さん見てみてください。次はですね、僕これなんかネットフリスだったりアマゾンだったりなんか見れないからアマゾンで買ったんです。韓国にもあるんですけど日本でも買ってしまいました。リプリ、これはですね本当に名作なんですよ。本当に僕これ何百回も見たんです。本当に高校の時のお芝居の先生にこの映画初めて教えてもらってからすっごい何回も、僕一番好きな俳優のジュードロさんが出ていて、だこれって元リメイク作なんですよ。太陽はいっぱいっていうその本当に昔の作品をリメイクして、うん、なんかこれは映画の中に入ってる音楽だったりそのイタリアの景色だったりなんか全てがファッションも含めてその当時のクラシックのヨーロッパのファッションも含めていろんなことも楽しめられるし、あとは何よりもこのストーリーの中でその、うん、とそのその登場人物の力に憧れてなんかどんどん自分も知らないうちに憧れ、その嘘をついていくリプリーの人生の変化、彼の変化っていうか、その主人公主演はマット・デイモンさんなんですけど、なんかこれすごいです。本当に映画ちょっと長いんですけど、これはちょっと長いけどなんか終わったらなんかずっと考えちゃうんですよ。ああ何だったんだろう、これは本当に何だったんだろうって。まあネタバラになっちゃうからいろいろ言えないんですけど、僕は本当にこれを10代の時に初めて見て、20代にも何回か見て、また今30代になっても多分 2,3 回見たんですけど、なんか毎回違うことを考えるんです、見終わったら。ぜひ皆さん見てみてください。そして次は最近の映画 Once Upon a Time in Hollywood。 これ僕大好きなレオ様とブラッピさんが主演の映画で、これですね、これもちょっと映画長いんですよ。時間長いけどなんか僕映画館で見てなんかうわもう終わっちゃったのって、ほぼ3時間する映画なのに、だからそれぐらい、まあでもあれはこれはお芝居大好き、
そしてレオとブラッピが大好きな方にはたまらない映画じゃないかなって。普通の方が普通に見てたらもしかしたらあちょっと長すぎるって思うかもしれないんですけど、そういうなんかブラッピのかっこよさとそのレオナルド・デカプリオさんの芝居を見てほしいんです。そして当時のハリウッドのその雰囲気だったりもうそういうの実際に僕見てたら本当に当時のハリウッドに自分が住んでいるような気持ちになっちゃったんです。本当にすっごい全く同じく描かれていて、当時を生きてきてたそのハリウッドの関係者のみんなもなんかこの映画を見ていや昔に戻った気持ちだったっていう、意見がいっぱいあって、でこれは一番まあその内容的にはそのレオナルド・デカプリオさんがリック・ダルトンっていうそのすごく有名な俳優でも今はちょっと落ちてる人気が、でその俳優のマネージャー役をブラッド・ピットが演じてるんですよ。でそれでなんかどんどん落ちていく自分の芸能生活でのその人生になんか苦しんだりしてるそのニック・ダルトンをそのブラッピーが支えていく。でその中でいろんな話が出てきて、実際に当時あってたその殺人事件にも描かれているし、でも僕一番好きなシーンはなんか結局すごく売れてたデカプリオが自分より若手の俳優が主演の作品に参加をして、でもやっぱり昔すごくなんかイケイケ生き生きしてたその時代忘れてないから結局お酒に力を借りたりしてしまうんですけど、そのある日なんか撮影の前の日も朝まで飲んで撮影の現場に行って、で撮影する間に新人たちとかいっぱいいるのにそこですっごいセリフが一瞬飛んじゃって飲みすぎて、でとりあえず休憩に入ってから自分の楽屋に入って鏡を見ながらすっごい自分に対して悪口を言うんですよ。もうこのバカ野郎って、もう二度とセリフを忘れるなって、もうセリフを忘れたらもうその時俺がお前ぶっ殺すぞって。でその後死んでちゃんと芝居を無事にもう最高の芝居を見せるんですよ。その見せたら一緒に芝居をやってたその子役の子供がいきなりデカプリオの耳元に私が今まで見たお芝居の中で最高でしたって褒めてあげるんです。したらデカプリオが椅子に座ってそれを聞いた瞬間に涙を流しながらなんか俺は最高のニック・ダルトンだって、俺こそが最高の俳優だっていうセリフを言うんですよね。英語だったらちょっと悪口が入ってるからちょっとここでは言えないんですけど、まあでも本当にあのシーンがすっごいかっこよくて、うわー本当にお芝居上手だなって、なんかその表現力だったり、なんかそこであのセリフが出るとは僕思わなかったんで、なんかすごい良かったです。そしてブラッピのかっこよさといえばなんかその当時ブラッピが運転をしてたらなんか道中の女たちがなんかブラッピを口説こうとしてて、なんかそういうジェスチャーをしてきたらなんかサングラスかぶってていきなりサングラスをちょっと避けてなんかその自分を口説いてる女に対しての目線だったり、あれがもうたまらなくすっげえもう今まで以上のブラピなんです。説明はここまでにします。僕これ言っちゃったらもう映画の最後の全てをもう言ってしまう気がするんで、はい、最後はですね、これです。グレイテストショーマン、
ヒュー・ジャックマンさんの映画ですね。これミュージカル映画で、これもすごくヒットした映画なんですよね。で、この映画はなんか、当時の時代ってやっぱりその差別が結構多かった時代だから、でもなんかヒュー・ジャックマンさんが自分が立ち上げたその劇場に公演をさせるそのエンターテイナーとして、でいろんな方々を出演させるんですよ。肌色が違う人だったり、ちょっと普通の人とは違うなんか見た目的にも結構差別されてるような方々をたくさん、なんか本当にその人たちの才能だけを見てちゃんと出演させて、まあそれを公演を続けながら世間からはすごく悪口を言われたり、あれは上品じゃない、品がないとか言われてたんですけど、結局なんかそのすごくそういう風に戦われて、そのそういう悪い記事をいっぱい書いてた記事が結局最後の最後にヒュー・ジャックマンさんに、あなたは最高のエンターテイナーだったって言って、本当に最高のエンターテイナーを見せてくれた、そのみんながみんなが同じ立場で本当に才能だけを、自分の才能だけをちゃんとその観客に見せられるその場を作ってくれたから、それだけでもあなたは最高のエンターテイナーだっていうのを教えてくれて、なんかよくよく考えてたら、今の時代のその芸能界のエンターテインメントを引っ張っていくのって本当にいろんな国といろんな、例えばそれがアジア人になる時もあるし、アメリカ人になる時もあるし、まあその東南アジアだったりアフリカだったりヨーロッパだったりいろんな国でやってるんじゃないですか。本当に結構そういう差別されてた時代のままじゃなくて、もう本当に変わったから、本当に才能だけでも十分その世の中のみんなを、みんなに夢を与えるそのエンターテインメントを見せることもできるようになってるし、だから本当に当時そういう風に頑張ってた、どんだけ悪く言われててもその才能だけを信じてた、頑張ったみんながいたから、今のエンターテインメントの世界もできたんじゃないかなって思ったし、そしてサウンドトラックだったり、もうパフォ映画の中でもパフォーマンスもすごく良かったし、この映画なんか改めて見てすっごい、特に今の時期だからちょっといろんなこと考えちゃって、やっぱりそのステージに立っている人ってやっぱり心の中で Show must go on っていう言葉があるから、いつも心の中に、なんか結構早く踊って歌って、なんかみんなとこのショーを共有したいなって改めて思ったんです、僕個人的には。で本当にすごく良かったし、ぜひ皆さんにも見ていただきたいです。結構多分 Once Upon a Time in Hollywood で話が長くなっちゃったんですよね。ほぼ今20分になってるんですけど、はい、それでは皆さん、映画の話をするともう止まらなくなっちゃうから、まあ今度ちょっと例えばラブストーリーベスト5、アクションベスト5、ミュージカル映画ベスト5みたいにちょっとジャンルを分けてちょっといろいろ考えてみます。時間もいっぱいあるし、ちょっとたっぷり考えてまた皆さんにと映画の話したいなって思ってます。それでは皆さん、今日結構長くなってしまったんですけど、僕がおすすめした映画5本ですね、天使のくれた時間、そしてベンジャミン・バトン、
そしてリプリ、そして Once Upon a Time in Hollywood、 そして Greatest Showman、 5本皆さんぜひ時間がありましたら見てみてください。そして見て何が良かったよとか皆さんの意見も聞きたいんで、ぜひコメントとかで出してください。それでは皆さん、また戻ってくる日まで、じゃあねー。